んでもないや。何このバンダレシューバー、てってれしろ。クソでっけえ。俺はカステラにはうるさいぞ。てってれ。うわハゲたデコッパチを勝ち込む。わしが子供たちだよ。来てくれ雪村。あれれ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 れ押し寄せでとんでもない数の。この5時間で得られたものは無理だ。これが最後のニャンコ大戦争系 YouTuber だから。なんて可愛いゲームなんだ。静岡強い。いや絶対負けない。静岡が強いとか諸説あるけど、俺はもっと強い。負ける道理がない正直。ギャーゴールデンゴレイヌ来たー。やべえ、ゴールデンゴレイルが来た。みんな赤ちゃん猫出すしかねえ。いけいけいけ、赤ちゃん、赤ちゃん早く、いけいけいけ、赤ちゃん来た、赤ちゃん来た、赤ちゃん早く来てくれ、赤ちゃん、いけいけ、あこんーカメやらー来た、赤ちゃん来た、スパゴーン。いやで、ね、ストーリーか範囲攻撃じゃねえのかよ赤ちゃん。ポカーン、赤ちゃんを牛に当てろ。牛じゃない、ナイス、よーらー。君たちの親分は立派だったね。それに比べて君たちはなんだ、ただのカスの集まりじゃないか。出直してきなさい、カスども。あぶねー。行くど。猫ジェンヌ、パリジェンヌ。あれ、猫ジェンヌどれだ？ちょ、猫ジェンヌ一発目いってみようか。あ、なんかちょっとエロくなってる。強そう、猫ジェンヌ。やべえ、火力絶対上がってるって。ワニワンパン？ワニワンパンやばくない？パイスラジェンヌ。きたー。やばいやつきたー。ただ、パイスラジェンヌがいるから、今回はご利用しでいけんじゃねえのか？なに？くそ、押し返された。殴ればあじ！押し込め！かぁ、押し込まれる！オッケー、よかった。どうやら強くなりすぎてしまったようだね。ドゥ、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 ガチャ回して、ガチャリテ、止めんな、俺を。俺を止めんじゃねえよ。ういーあー、とんでもないや。なんて優しいんだナックルは。なにこの米粒みてえなやつ。米粒必要か。おなんかいい、なんかいいやん、なんかいい。ちょっとこいつは使ってみるか、猫番長。おい、関東まで来たぞ、ついに。神奈川まで来ちゃったよ。何出してくるかな。ヘビ、ヘビっすか。え、そんな簡単に関東芝居でいいの。うわぁ、裏切りマンキーコングと羊の応酬。危ねえ。ここまで無駄な、無駄銭一切なし。死に銭なし。千葉来たー。凱旋。最強の猫力を持ってて、凱旋。猫壁が強すぎるだろう。このゲーム。俺は答えを見つけてしまったんじゃないか。いわゆる一つの猫壁という答えを。絶対パクられるんだろうな。俺考えたのに。俺がこのゲーム見つけたのに。何の狂いもなく展開。耐えない。ポーン！来たか。やっぱ東京潰すのが一番のね、当面の目標だったからな。東京 VS 加藤純一。もしこの戦いに勝ったら、俺がいる場所が首都だ、今後。まあ、まずは静かな立ち上がりを見せてるね、東京は。うわー！何このバンダレシューバー！ちょっと待って、バンダレシューバー来た！あぶねえ！バンダレーが来た！でも、俺の勝ち。なんだ、東京お前のリーサルウェーボンはあいつか？青い目の侍か？青い目の侍か？そんなんじゃ俺絶対負けねえぞ。デュクシュ。待つわけねえだろ！ 90 分も。長崎行け。忘れてた。でも大丈夫だろ。長崎行けばなんとかなるだろう。これ配分間違えたら終わりだな。あ、草加せんべいなんだ。へぇ。東京はバンダレーシューバーだった。一体全体何を出してくるんだい。え、このまま勝っちゃうよ。ねえ、ちょっと埼玉大丈夫？え、埼玉？
最高のせんべい。何にもなかったぜ。ここ欲しいな。いや、これめちゃくちゃ欲しい。いや、全部欲しい。どうしよう、全部欲しい。ん？はてなはてな。いや、ここわかる。北海道。北方領土か。釘刺してんのかもしれん。意外とこの手のゲーム、刺すからね。そういう情勢切っていくからな。このまま無双しちゃっていいんすか？申し訳ないけど。みんなには非常に申し訳ないと思っている。ただ俺パリジェンヌで勝つ。これ以上の答えはない。今のところな。何にも怖くない。てか弱すぎ群馬。でも群馬ディスるとなんか、知事が怒るからな。ほんとやめよう。群馬強くしとった方がいいぞ。猫キリンで？猫キリンが来るー！猫キリンが長崎に来るー！最高。最高です。長崎いじめんの一番面白いや。てかさ、これさ、長崎じゃなくていいな、もう。アイテム取ってないところで回って、アイテム集めつつ猫缶集めるか。宮崎と大分を土幻化せんといかん。で、パウパウパウすれば宮崎も一撃だから。強す。ねえ、これさ、範囲攻撃になってない？ねえ、これ範囲攻撃になってるわ。コクマルの、ハゲたデコッパチを勝ち込む！一番効くからね。キリンの頭突きが。ライオンとかチーターとかも、お腹減りすぎるとキリン襲うらしいんだけど、後ろ蹴り一発で殺されるらしい。キングだからな。キリンが一番強いから、結局。まあ、てってれーこね。ね、三つ取っていい？これ。猫缶なんていくらでも集まるから。トレジャーレーダー。攻撃力が超大幅アップ。終わりだろ、もうこれ。はい。おしまい。間違えた！戻れる？いや。ワンチャンここで、素引きする。スマホも始めたんだけど、猫缶全然集まらなくて課金しようか悩んでる。絶対にやめろ！絶対にするな！課金なんて。なぜかというと俺は明日以降このゲームやらないから。来い！ナイス！いいね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 ！素引きした。ちなみに猫缶1個100円。またちょっと手が届きそうな値段で売りよって1万円で4000個。どんだけ儲け出してんだ、このゲーム。おい。にゃんこ大戦争。俺に金払えよ。バカが1万課金するぞ、絶対。いや、これノックバックがマジで強いわ。G2 だ、G2。猫エステ引いたのマジ神だったんだな。はい。てってれー。めちゃくちゃ、おい、とんでもないペースで課金することなんですよ、マジでこれ。スマホでやってたら、絶対こっちでやれよ。もったいねえよ、金が。普通の人間は待つんだ。お前、待てねえ人間もいるだろう。俺、コンビニ、弁当買うじゃん。買って出た瞬間にあげるんだよ。どんなに大きい弁当ですら。こんなんやったら俺待てねえよ。無限課金しまうよ。しゃーてってれーどうも、関東のカリスマです。よろしくお願いします。攻撃力大幅アップきた。山梨で発動する？ちょっと待ってな。あー、ちょっと山梨行くわ。で、山梨で、使おう。出てれ、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 出てれ。今日妖怪ウォッチ、なんかめちゃくちゃやりたくなって、やろうと思ったんだけど、インストールしてる間ににゃんこ大戦争やろうと思ったら、止めらなくなってる。はめられた。この会社に。いや、もう負けないでしょ、これ。負けないで、せう。かれこれ4時間やってた。このダサさがいいだろう。にゃんこ大戦争を4時間やる配信者もう多分一生現れないから、見とけ、最後に。これが最後のにゃんこ大戦争系 YouTuber だからな。君たちはもう最後の一人を見ています、今。以後ないです。俺が死んだら任したぞ。にゃんこ大戦争はお前らに預ける。なんか子供の頃本当に子供の頃ってか二十歳、25ぐらい、24、5の時やってたんだよ。彼女と、隣り合わせで。その時の記憶が呼び起こされるよ。二人とも金死ぬほど持ってなかったからさ、待ってた記憶あるわ。当時もあったよね、待ちシステム。
おい、二人でよ、一つや、一個でやればよ、待ち時間半分になるぞ。やってた気がする。リーズが来た、リーズが。いや、なんだ、その際は。せえぞ、絶対。うわ、マジか！サンパセノックバック？サイ強い！ナイス！でも僕の方が強い。さあ、宮城。うわぁ、来やがった。ここ多分本来だったら鬼門なんだろうな。ただ、猫壁で時間稼いで、裏切りマンキーコングで頭から殴っていく。その戦術で、おそらくいけるでしょう。しゃあ。完璧だね。あとは、おい、ネコルが今から進化させるわ。見てえだろ、ネコルがの進化系。見してやるよ。化け物をな。ポン。ポン。すげえ。マジで強い。こいつらによって日本が滅ぼされてしまうぞ、みんないいのか。俺は構わんよ。え、絶対出してくれ。こんなんで終わるはずがない。来たか。てめえらが、ここのボスか、おら。だが残念だったな。絶対に負けんぞ俺は。もう日本は終わりだよ。日本は終わったんだ。よし。絶対ここも苦戦するよ本当は。みんなのようなにゃんこ大戦争二流はもうここでやめとけ。しゃあ。もう高いマジで。いくらで買えんの？そんなにするの？20万。ああやべ、戻ろな長崎に。おい高すぎだろ。おい、高すぎだろ。キモすぎうち。今から10個貯めるぞみんな。10個貯めて、20万をまた買うぞ。まあ、長崎だよね。長崎一番良くない？よこせ！いいから。おい、長崎中の年金を俺に集めろ。長崎は俺のものになった。俺に年金を納めろ。じゃなきゃ、キリンで殴るぞ。てってれー！最高だ。長崎県知事になろうかな。ちなみに長崎のお土産屋は、にゃんこ大先生のグッズでクソ儲けだ。いいじゃん！よくないそれ！そういう生命力溢れる都市は好きだな。そっか、こんだけにゃんこ大戦争の長崎集会が流行ってるから、こりゃ閉めたと。てってれー！粗悪なカステラで儲けよ、長崎県民は。てってれー！はい、20万。だけど、経験、どうせあと3つ使うから。でも、2で、集会対策のパッチ入れたらしい。ふざけんな。これ、携帯ではさ、これできんの？できないの？さすがにできないか。できたら金にならねえもんな。でも、やらしてやってくれよ。お前、子供がやってんだろ。てってれー！はい、猫缶ごっこ。はい、余裕。てん、てん、てん、てけねんて、てん。てんてん、てんてんてん、てん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 、てん、てんてん、198,000円、てん、てれ、くそたか、くそたか、てれでんてん、くそたか、くそたか、くそたか、てれでんてん。145,000円って。現金で払わせろ。おい、てってれー、くれよ。あ、てってれ、来ね。おい、長崎が儲け、いや、儲けや、分岐割ってんな、これな。柴田切れんぞ。出せ、いいから。てってれしろ！てって、おい、てってれしよ！もういいよ、長崎行くのやめよっかな。別のとこ行ってもいいんだよ、長崎。いいから出せ。カステラを。てっ、あ、もういいや、行かね。しょうもない。佐賀よ。マンゴーよ。いや、佐賀って何だったっけ？宮崎がマンゴー。てってれー！やっぱムツゴロウなんだよねー！サガなんだよねやっぱ！てってれーん！これ手土産持ってくれ俺だってさ。なあ、遊びに来るわけよ。金落とすわけよ、ここで。なんだ粗悪なムツゴロウって。てってれーん！
佐賀最高、愛してる佐賀。俺が第二のふるさとで呼んでるだけある。てってれー。いや、たまに5個くれる。おっしゃー、待てよ。ただ待て待て待て、キープキープキープ。おい、長崎に最後のチャンスをやる。出せ。最高のカステラを出したら長崎に戻ってきてやらんこともない。ただし、普通のカステラ以下を出したら俺はもう二度と佐賀に、長崎には来ない。佐賀に永住する。佐賀のビザを取る。出せ、吐き出せ。今まで溜め込んだ、吐け吐け。最高じゃないか。それでいいんだ。てってれー。一発逆転狙うでしょ。ポウ。てってれーじゃねえよ、もう帰れ。瓶詰めにして送り返せこいつを。おい、瓶詰めにして送り返せよ。こんな野間もんは、何このショボスは。うん、地道に働こう。やっぱ20万はうまいって。だってキリンで殴ってるだけでいいんだからさ、これ。早っ。てってれー。おい、いや普通に進めても全然ダメじゃないと思うよ。今はブレイクタイム、タバコ休憩みたいなもん。やっぱずーっとこのゲームやってると飽きちゃうから、自分が。長崎と佐賀で、長崎と佐賀いじめて、これブレイクタイム。てってれー。てんてん、てんてんてん、てんてん、19万、てん、てんてん、てんてん、19万8000円、てん。これ、東海道の社長が多分作ったんだろうな、これ。長崎、もうお前は明日から来なくていい。いや、あと1回だけチャンスをやる。次にお前が最高のカステラを持ってきたら、俺はもう一度長崎を信じてみようと思う。最終チャンスだ。最終試験。加藤純一を最高のカステラでもてなせ。ランク1。難易度1。最高だけだ。俺はカステラにはうるさいぞ!もういい。もういいんだ。もう長崎中のカステラは俺が食らい尽くした。水辺でムツゴロ狩る。佐賀の水辺でムツゴロ大量捕獲。何そのタダで猫缶くれる超いい奴ら。バカな奴ら。最高だよ。アホみてえに。もうそれが、もうその直結猫缶くれ、直結猫缶。直感でさせてくれ。フィルター通さずに。なあ。一番いいからね、直に灰に入れんのが。佐賀の直感が一番いいわ。佐賀。サーガー!アイラン!サーガー!ドーン!さあ、終わらせるぞ。ケサランパサラン。ケサランサガラン。地ならしに行くぞ、秋田を。ただ基本はこれだ。俺たちの基本はこれ。さあ、ケサランパサランの準備は整ったぞ。絶対来るから。めっちゃ強いやつが。その時にグンと止まるから。まず、お金の最高値を上げておく。来たねえ!おい、君もケサランパサランか。奇遇だね。うちにもいるんだ、ケサランパサランが。これケサランパサラン対決だわ。行くわ。うちにもいるんだよ、魔獣がね。あー、クソでけえ。めちゃクソでかいわ。めちゃくちゃだわ。裏切りマンキーコング2だわ、こいつ。身長が1万キロある、1万キロ。超大型巨人。これ、ケサランパサラン撃つよ。おそらく撃つことになると思う。いかに早めにケサランパサランを召喚できるか。召喚焼き殺せ、ケサランパサラン。来た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 。おい、やばいやばい、来てる来てる来てる。おい、ケサランパサランが来た。パサランが来たよ、ケサランと。やべ、顔、うわぁやん、こいつ。おい、ケサランパサラン何にも攻撃しねえじゃねえか。え、最後最終ステージ、北海道少年よ大衆だけ。あー、なんだこれ、何な。おい、ケサランパサラン行くか。ケサランとパサラン行く。え、誰もいないじゃん、もう終わり。へえ、モスラですか。
そんなちっちゃい生き物で勝てるんですか、僕に。僕はケサランパサランです。身長10メートルポカーン全然たまらんやん、ケサランパサラン。見てこれ、一試合に何個も出せるやつじゃねえぞ。ポカーン、さあどんどん来るぞ、うちの化け物たちが。おれ、はい、優勝。北海道の次は終わりでしょ。沖縄、なるほどな、なるほどね。ちょっとケサランパサランの強いのかどうかがわからん。でも俺は強いと思う。強いと思うなら使えばいいじゃない。はい、ケサランパサラン、やばそうということはわかる。無知な俺にも。とにかくあいつはデカすぎる、キモすぎる。さあ始まったぞ、もう止まらんぞ、止まらんぞもう生産が間に合わない。さあどうした、その程度か、おい。時にはプライドを捨ててみるのもいいにゃ。西表島、やばそう。やっていいんだな、全力でいくわ。これは相手にとって不足ない。うわ、なんだこいつ。うわ、マジかよ。いや、ジェンヌがやられてる。ジェンヌがやられるだと。うちのジェンヌは最強なんだぞ。出てきた、出てきた。キリン来たー。ここでキリンが来るんです。うちのキリンはよ、レベル10だからな。そんじょそこらのキリンと一緒すんじゃねえぞ。あのハゲ頭めちゃくちゃ強くない？でもケサランパサランいるからいけるだろ。全員集合。全員大集結。全員でぶっ殺せ。99,999。やべえ。こたつも来てる。よっしゃ、倒した。もうこれ勝ちだろ。いやー、タコ殴り始まりました。加藤純一選手のこのタコ殴り来たー。押し寄せる、とんでもない数の、とんでもない数のモンスターが今西表島に集結している。耐えられるのか。4万来た。とんでもないパワーだ。とんでもないパワーが押し寄せている。とんでもないはちゃめちゃが押し寄せている。さあ止めてみろよ、西表島攻略陥落。こうして日本はニャンコ軍団によって完全に制圧された。ニャンコ軍団のニャンコ軍団によるニャンコ軍団のための政治が今始まるのだと思っていたけど、結局僕たちの生活が変わることは全くなかった。ちょっとだけ猫が増えた。すげえ、クリアしたぞ。みんなが思い描く最高のストーリーだ。これを待っていた俺は。俺5時間やってたから。なんか2021年で一番時間無駄にしたな。この5時間で得られたものは無駄。何もない。妖怪ウォッチすらインストールできてない。これもうほんとマイナス。いやー、10年ぶりにやったよ、にゃんこ大戦争。面白えわ。なんか戦略性もあっていいよな。新たな障害出現。ちょっと一瞬見てみるか。やらねえけどな。レアガチャ3枚だと。あー、レアガチャ。あー、ガチャ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 。第2章、にゃんこ軍団、世界へと飛び出す。飛び出すな、お前みたいなもんは。ドン、ガチャン。かちゃんどん、かちゃんどかちゃんちゃん、どん、かちゃん、かちゃんどん、かちゃんどかちゃんちゃん。95,000円。かようにゃんこ。あ、なにこれ、なにこれ、めちゃくそ川にゃんこ。ちょっとやってみようぜ。え、でも言って負けねえだろ、これ。だってもうこれ以上さ、鍛えるとこないよ。二章からむずいの？え？でも鍛えるとこないよ、もう。やべえ、長崎もういけないの？え、ちょっと高くなってる！え、高くなってる！ 900 円？ぼったくりじゃねえかよ、この店！あれ、税金かかってんだ。あ、猫缶の数も多い。ん？お宝集めると能力回復される？やばい！なんて広さだ。なんて広さなんだ。全クリクソむずい、マジで。なんでいきなりそんなさ、子供が遊ぶゲームからいきなりそんな戦略性のあるゲームに変わったの。
まさかそれのおかげで11年生き続けてる。粗悪なキムチゲットだぜ。負けるまでやるか一応。この犬クソ可愛くない？そんな可愛い犬を俺は殺す。え、なんかでもさ、あんま負ける気配がないんだけどな。それはアマちゃんの考え？こっからやばくなる？いや、負けるまでちょっとやろうぜ。さすがに。敗北を知りたいわ。おい！いや、このさ、ダグメンが強え。でも言ってこの、いや、負けないでしょ、これ！パリジェンヌがいれば負けねえって。どうやって負けんだよ、マジで。最高のフカヒレだ。これ倍速できるよ。なんと倍速にもお金がかかります。俺は絶対買わねえって決めてんだ。俺買ったらもうニャンコ大戦争の思うツボだぞ。買うんじゃねえぞ。俺は絶対買わん。それ腐った人間のやることだ。どうですか皆さん。負ける道理がなくない。いや、ちょ、もうさ、これさ、全クリしていい？もう世界編も。このままの流れで。おそらくあと4時間だから朝の6時には全クリできる。カンボジア猫ヒロシんじゃねえの？大丈夫か？ヒロシ猫いないかな？大丈夫？ペシッ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 。なんだろう、カンボジアの名産って猫ヒロシかな？最高の猫ヒロシ、もしかしたらもらえるかもしんない。2時間30分切ってる猫ヒロシ。粗悪な猫ヒロシじゃ切れないからな。2時間30分は。よーし。粗悪な子供たちの笑顔。謝れ、カンボジアに。子供たちの笑顔以外にもあるだろ。お前、カンボジア行ったけど、お前、フルーツめちゃくちゃうまいぞ。なあ、マンゴーとかパイナップルとかバナナとかあるだろ、お前。ほんで子供たちの笑顔なんだ。確かにカンボジアの子供たちの笑顔は素晴らしい。でも、納得した、俺は。俺が間違ってた。カンボジアと言ったら子供たちの笑顔だ。その子供たちの笑顔を守るために俺は今生きてるようなところだからな。フィリピンだ。もしかしたらルビー手に入るかもしんないからな。最高のルビーを手に入れるか。うちの親父のためにも。うえー、キングベヒモス来たー。うん、こっから結構手を焼きそう。うっ、危ねえ。うえー、あー、アイテムわからない。ガチャ10連できる。え、ガチャ10連してもさ、レベルの上限がさ、やってみるか。これでいいよね。ウィーンシャーン。出てれ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 。何こいつ、終わり、終わりじゃん。肝飛びじゃん、肝飛び。あ、パンチョ。真田幸村とかいう、真田幸村とかいうクズ。真田幸村とかいう人間のクズ来た。人間のクズで有名な。何これ、クソ可愛いやんけ。ちいかわじゃん、ちいかわ。もう猫とか関係ないじゃん、本人登場してんじゃんな。生ハゲ猫。誰、寿司強い、マジで。これ強いんだ。でもさ、雪村じゃねえ、やっぱ。引いたら雪村育てたいよな。え、もう止まりません。はい、70万全部ぶっぱと。武神さなて雪村。君たちに見してあげよう。雪村の力をね。決めた。もう立てて耐えて耐えて雪村。耐えて耐えて雪村。耐えて耐えて雪村。さあ、雪村溜まったぞ。やめろ、やめろ雪村。雪村早く。雪村、雪村、雪村、雪村。どうも皆さん、はじめまして。僕の名前は真田幸村。今まで10万人殺してきました。10万からは数えるのをやめました。6000。終わり。インディア！インディア！おい、ケサランパサラ、ウルベ。おい、このコスト返してくれ。俺がこいつに投与した70万銭に。誰が返してくれるんだ？そういう保険、ケサランパサラ保険入ってなかった。返してくれよ。めちゃくちゃ無駄やんけ。真田ゲージやろ、これ。来てくれ、雪村！それでも、それで早すぎる。早すぎる、移動が！雪村の移動が！
背中に猫壁持ってきてくれ。機動戦士雪村じゃん。ああ、なるほど。あの、50円のやつ鍛えて、ああ、壁にする。ありだね。こいつにして、こいつ安いから、猫ビルダー。で、寿司が強いらしいから、寿司までのつなぎにしよう。で、多分2、30万貯めれば寿司強化できるから。おお、いいね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 。雪村までの時間を稼ぐと。ぽい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 。さーてと、雪村待とっかな。雪村待っちゃおっかな。雪村、そろそろ行けるか。そろそろ行っていいぞ。そろそろ潰していいぞ、ネパール。ドゥキュー使おう、こいつ。こいつ使おう。個人的にこいつ気になる。猫寿司使いてえなあ。あ、猫ビルダー強えわ。犬の攻撃あんだけ耐えるんだ。しゃ、なんなら打ち勝ってるぞ、犬に。はい、雪村。はい、雪村来たー。はい、雪村が来たー。うわね、雪村いけん、いけ、雪村強すぎます。雪村負けた。こんな人間のクズに負けるな、雪村。人間のクズ村。よし。俺は人間のクズ村なんだから。ね。バラクーダ。いや、バラクーダちょっとやべえ。範囲が長え。頑張れ。ナイス。いいねー。あとは、雪村を出してっと。早く出させろよ、人間のクズ村を。人の生き地で生活してるからね、こいつ。ピュー、ドゥキュー、ドゥキュー、ドゥキュー。急に敵弱くなった、ちげえよ。多分、めちゃくちゃ、雪村が強いんじゃない？これ。雪村最強疑惑が俺の中で今。ふつふつと。だが俺はやめないぞ。俺は撃つことをやめない。なぜかって。手加減することは相手に失礼だからだ。あとはぼーっと見てれば雪村が何とかしてくれるから。さえずるな、貴様程度が。今から無限に送り続ける。この雪村の壁たちを。ちょ、猫寿司鍛えよっか。来たぞ、来たぞ。おい、ケサランパサラン売らしてくれ。もういらん、マジで。マジでいらん、ケサランパサラン。しょっぱリーゼント言ってみよう。力を示してみせろ、俺に。なかなかやるじゃねえか。気に入ったぞ、猫リーゼント。でもやっぱりこいつが好き。ほんでよ、おめえを一発殴れ、6000だから。てめえ、あれだ、おわ、来やがったな、こら、おい。おめえ、雪村舐めんな。おい、おい。お前、差しで打ち合って雪村に勝てる奴なんかいないんだぞ、このように。で、後ろからゴミが来て、あとは火吹いて、終わーりと。どうした？二章もこんなもんか、おい。楽しましてくれよ、俺を。なあ。加藤さん、今倒したアリクイはめちゃくちゃ強いです。あ、ごめん、誰かわからない。視界に入る前に死んだから。強いやつなんか一人もいなかったよ。ボッ、ボッ、ボッ。雪村ー、やっちゃって。どうやってこすんこれ。この最強の布陣、最高のメンバーとも。次で終わります。世界にはもっと強いやつがいるって聞いてきたんだけどな。さあ、ガーナの地で暴れろ、雪村。存分に暴れろ。早すぎるだろ、こいつ素早さが。なあ、アディオス。全然まだじゃねえか。おい、まだ半分も言ってねえじゃねえか。俺はやめねえぞ。俺は世界が日本にかなわないとヒレフスまでやめない。さあ、暴れておいで。ポーン。なんだこの妖怪大戦争は。やべえ、やばい、妖怪大戦争になってる。マジかよ！ケサランパサランを出させるとはな。やるじゃねえか、サハラ砂漠。サハラ砂漠深かった、マジで。あ、あ、あ、なんだなんだなんだ？虫眼鏡いるやん。この野郎。おめえ東京に打って出てきやがったわ。許さんぞ。やべ、杖！ちょっと待て、杖、待て。やばいやばい！や
けただと。いや、無理だよ。早すぎるって。オッケー、ナイス。うわ、しのいだ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 、みんな。うわ、しのいだ。こんなアグロ系のモンスターもいるんだね。はい、こいつが来たらおしまいと。こいつはすべてのゲームバランスをぶっ壊すゴミだからね。こいつね、今までの、やって、もう人しか殺したことないのね。他何もしたことない。人だけ殺して生きてきた、俺は。おい、なんだこのホブゴブリンズは！まだあの時のこと怒ってんの、裏切りマンキーコンガーは。危なあ。あいつらまだ粘着してやがる。もうイタリアまで来ちゃったよ。ああ、城強化するのありかもね。確かに君たち素人が考えそうなことだ。そんな金あるなら雪村にうまいもん食わしておいた方がいい。うわぁ、裏切りマンキーコング来た。くぅ雪村来てくれおい、雪村こいつさえ来ちゃえばもう俺の勝ちだ。それでも雪村ならなんとかしてくれる。そう思わせてくれる存在だ。こいつは。強いよ。マジで強い。裏切りマンキーコングの西沢一発で倒せるのはマジでやばい。あいつめちゃくちゃ硬いからね。あ、番長強い、マジで。ちょ、番長使ってみよっか。怒りの猫番長。冷蔵庫のアイスクリームを親父に食べられて怒りに目覚めたちょい悪いワレニャンコ。浮いてる敵をたまに一瞬で仕留める。インディア。ちょ、番長展開してみよっか。番長いったー。さあ、どんぐらいのコスパなんだ。お、ああつえ何その竜神劣化剣やばいや、強いやんバンいや、バン強えあらららららバンやるやんバンいや、強い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 値段相応の働き見せるわ。何がフランスやゲラウェイ粗悪な鳩もらって帰るぞ。来たぜ、番長が、おい番長、黒い、ラッコ。起こしてたもんね。これが一番バランスいいんじゃねえか。まず一匹ジャンヌ展開してからの、番長経由からの、竜神劣化剣からの、真田幸村。はいや。番長一人でフランスぶっ壊してた。はい、幸村はいおい、敵がいねえぞ敵がいねえぞ敗北がマジ知りたい。俺は世界に出れば、ね、もっと強い奴と戦えると聞いてきたけど、結局、みんなと喋りながらボタンを押してるだけ。強すぎるのも罪だな、みんなな。これが俺の背負いし罪か。はいはい、これでカチッと。ああ、もう終わっちゃった。3万8000。親父はもっと強かったぞ。うっ、うっ大丈夫だろ大丈夫だよな。こんな奴に負ける我が軍じゃないよな。うちには雪村もいる。いや今日は雪村に頼らない。雪村に頼りすぎないって決めた。雪村来てくれやはり君がいるのといないのとじゃ全然違うぜ。やっぱね、雪村なんだよね。結局結論は。ひるせ、雪村に。誰かケサランパサラン本当に何とかしてくれ。おい、金返せ、ケサランパサランに投与した70万ゼニーよ。俺の金だぞ、あれ。長崎の方々の税金で作ったんだよ。もう顔向けできねえよ、長崎の奴らに。じいちゃんばあちゃんがせこせこ貯めた、な、年金を自宅訪問して奪い取ってきたんだよ。そうして得た70万ゼニー。ボコ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 ！はい、ボコ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 ！粗悪な高い税金。長崎の方々すいません。ケサパサ行ってみる？お、ケサランパサ行くわ。絶対回ってこないよ。こいつ何のためにいるんだよ、おい。加藤さん、ノルウェーは難関ステージで僕はクリアに5時間かかりました。え、俺もうノルウェークリアしてない？ごめん、お前の5時間を1秒でクリアしててごめん。雪村だけで。なんかごめん。なんか正直すまん。お前の5時間は雪村の1分だよ。お前が下手なんじゃない。俺がニャンコ大戦争上手すぎる。自信持ってけ。おい、もうニューヨークまで来ちゃったぜ。なあ、俺を止めてくれるやついないの？なあ。
もうあと1、2。いや、もうすぐゴールよ。全クリしちゃっていいの ?2 章も。申し訳ないんだけど。ゲン、ゲン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 。ゲン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 。へぇ、君ブラックカンガルーって言うんだ。雪村とどっちが強いの？うちの。試そうか。試すまでもないか。ああ、もう壊れちゃった。俺がこのゲーム壊しちゃったみんな。早く新しいおもちゃ持ってきてくれないかな、ママが。こんなゴミじゃなくて。誰が来た？コアラか？いや、なんだその残空波動拳は。おい、残空波動拳撃ってくんじゃねえ、てめえ。お前、雪村食らすぞ、てめえ。いや、残空波動拳撃ってきやがる。煉獄章！煉獄章！そして煉獄章からの雪村。無駄だよ。君たちじゃ僕に絶対勝てない。バン、マジ強え。てつ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 てねー、どんちゃんちゃんどんちゃんどんちゃんちゃんとかたんたんどんちゃんちゃんちゃんどんちゃんちゃんとかたんたん。お待たせしました。いや、強すぎるだろ。強すぎるだろ。ハイエナか。おし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 。そしてケサランパサラン、ケサリングパペサリング。のっぺーのっぺー。もう、ケサランパサランとコタツネコマジで消えてくれ。あと9個。見えてきたぞ。マラドゥーナか？ギャランドゥーナだよね。一発目から番長展開してみるか、たまには。加藤純一、ニャンコ大戦争第2章。パリジェンヌからの脱却。まあ結局ね、こいつらをぶっこんじゃえば、もう勝ちなんで。えっ！いや、マジでちゃんと押し切れよ。いや、押し切れ、絶対押し切れ、絶対押し切れ。しかも、ケサランパサランもいるから。よーし。初めて雪村が消された。ブラックカンガルーに負けんな。雪村一発だけだ。いやー、雪村負けた。ナイス。さあ、二匹目の雪村行けー。おい、雪村は二度死ぬからな。なんでこいつこんな遅い。よーし。ポカーン。殴れりゃ強いんだよ、こいつは。ただし、殴れないんだ。殴ることができれば負けないんだ。行かれ！行かれ、ケサランパサラン！ポカーン！ケサランパサランの一撃で殺せ。よし。いや、でも、ケサランパサランが展開できるほど、え？ちょっと待って、やべえ！やべえかもしれん、これ。おにゃ。危ねえ！危ねえ！いや、サイ強えって、マジで。それが2匹だと？いや、マジかよ。買った際！ちょっとお金もったいなかったな。いやー、ビッグザイ来たー。ビッグザイ。あ、弱、ビッグザイ。ゴミじゃん。ビッグザイ弱くね？今何で死んだ？波状攻撃？俺らの。超モンハンやりたくなってきた。いいねやー。ちなみに今のステージはクソむずいステージだった。何が？ぼーっとしてたら勝ったけど。あ、メキシコがやばいんだ、オッケー。ポンポン。いやー、誰を展開するか。ちょっともうジェンヌじゃ物足りなくなってきたな。ちょ、雪村出したいね、そろそろね。クソ早いや、マジこいつくんの。こいつくんの早すぎる、マジで。かっこマジ話。いや、もう無理よ。ここまで押し込まれたら、まあ無理だと思う。おい、もう NASA とラスベガスとハリウッドとアラスカとハテナハテナハテナだけだぞ。クソ簡単じゃん。やべ、100日後に死ぬ前に出してきやった。NASA だかなんだか知らねえけどよ、おめえこの野郎。柴とどっちが偉いんだ、NASA。貴様が負けを認めるまで俺は殴るのやめないぞ。ラスベガス。ラスベガスむずい、わかった。頑張るわ。じゃあもうすぐに雪村出しとこっか。ダチョウか。大丈夫、押し切れる、絶対。負けてたまるか。あー、強え！いや、強いよ！いや、強い！ケサランパサランだ。みんな、ケサランパサランを展開するんだ。ケサランパサランしかねえ。
いや、耐久上げても意味ねえと思う。あそこまで突っ込まれたらさ、もうなすすべないでよ。出すしかねえ、ほんとに。いや、マジで出すしかねえ。最強の壁を。これ最強の壁だから、うちの。いや、強すぎだろ、お前！いや、強い、マジで強い。安岡力也呼ぶしかねえ。おい、弱すぎだろ、ゲザランパザラン。おい、待って、強すぎる。安岡力也が勝てないだと。無理じゃん。え、どうする？いや、壁を上げてもさ。いや、もう全力で行くしかねえ。ビルダーとかでも、耐えきらんな。うちの安岡力也で無理だったんだよ。波状攻撃で行くわ、もう。ビルダーと、壁と、もう波状攻撃。もう強いって、ダチョウクラブ！おい、上島さんがマジで強い！お、強すぎるって、こいつマジで！ダチョウが強すぎる、マジで！終わってる、終わってる強さが！いや、無理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 いや、無理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 。いや、これで無理なら無理。いや、無理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 。なんでこんなベガス強い？あのダチョウ止める術がねえわ。絶対来る。強すぎ！いけ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 ！ゆきむら！ゆきむら一発殴れ！よし！いけ！ゆきむら！頼む！ゆき殴ってくれ！あと何発？ちょっと殴れ！誰か！殴れ！みんなで！みんなで殴れ！みんなで殴れ！みんなで殴れ！多分そんな時間がない！殴れ！よーし！よーし！おい、ダチョウ強すぎだろ！いや、雪村が3、4発殴ってくれたのが超でけえ。おーっかね。おーっかねだ、おーっかね。イエーイ！強かった。ハリウッド来たぞ、おい。強い。結局、雪村とジェンヌじゃねえか。オーケーオーケーアラスカ、インディア。これはちょっとね、やばいかもしれん。これやばいかもしれん、みんな。これやばいかもしれん。頑張れ。おら、ポカーン！おぶねー！耐えたね、今。耐久上げといたのが、吉と出たな。よし！ハワイだって！来て、ハワイ！ね、しょっぱな黒出してくるとかってやばくない？全部っぱで行くわ。ワニワニパニックになってる。やばい！総力戦だ、総力戦！もう無理やろ、これ！おれおれおれ！どうした、どうした？ウィーン！さあ、ラスト。ライト。うわ、なんだこれ。ちょっとずつ移動してきてない？移動要塞？何それ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 ？やべ、どうすればいい？魔王だ。うわ！やべ、これ雪村出さなきゃ。どっからタイミングで雪村召喚者が負ける。今でしょ。雪村の前に壁張れ。そして、押し込まれるな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 。ちょっと待って、ダメージ食らってなくない？これ。いけ、消さらんパサラン。よっしゃこれいったべ、これはいったでしょ。後ろから大消さらんパサラも来てます。邪王演説、煉獄賞、ティーあとはもうこれ、見ろ。あとはモグラ叩きだ。あとはモグラ叩きの要領。いかに早くボタンを押せるか。それだけ。最高の月。こうして、世界は、ニャンコ軍団によって、完全に制圧された。
これから人類が経験したことがない未曾有の世界が今始まるのだ。ダチョウマジクソ強かったな。もういいよ、お前のくだらねえ妄言は。7時間もやっちゃった、こんなゲーム。そして結局ダウンロードすらできてない。にゃんこ軍団よ、永遠に。普通は1週間ぐらいかけてじっくりやるゲーム、暇なんだろうね。俺クソ忙しいじゃん、仕事とかで。そういうバカと一緒にすんじゃねえよ。こんなゲーム1日で終わらせんの全部。死ね、暇人つっといて。終わってるわ、暇人。くたばれつっといて。順が切れてたよ。ちょっと一瞬見てみるか。ゴム猫。ゴムゴムの猫。ゴムゴムの猫と、ガチャ回すべ。170連ガチャ。よーし。北島の猫。おい、こればっかじゃねえか、お前。こんなおがく、おぉうわ、出た！これだってさ、でもいらないじゃん、もう。これ持ってるよね。これ、ケサランパサランだよね。これ、XP にしていいよな。49万、8千円！まだまだある。やったー！ 19 万8千円来たー。はい、萌え猫来た、萌え猫。うわーで、これは貯蔵庫に送っておくと。ほう、なんかカッパーマイン手に入れたね。行くでしょ。何この肝肉だるまは。肝肉だるま。肝肉弾戦車。あ！来たー！ウィンディーネ来た。遠距離だって！これ絶対強いじゃん！ウィンディーネ鍛えてみよう。てってれー！めっちゃ高いやん！てってれー！風神のウィンディーアルファ。使ってみよう。され！カスガ。一試合だけな。うわ、またコスト上がってる。これで粘っても一撃、ケサランパサラン。一撃ウィンディーで狙おう。どっちだっけ、こっちか。ゴンク？ゴンクは無理よ、これ。ねえ。で、ゴムだけで勝てろ。ゴム強。遅えな。ん？そういう技なのか。まあ、鍛えてねえからな。1500。こいつレベル1。まあ、こいつらだよな。てかさ、ねえ、ゴム猫めっちゃ強くない？あいつ一回使ってやめるか。さすがにこの第三章は全クリできない。初動3000はやばい。さあ、その力を示せ。溜まってきたぞ。さあ、入れよ、ウィンディ。もう猫とかもう関係ねえじゃねえか。雫じゃねえか、これ、雫。ね、強いのこれ。ねえ。いや、単発じゃねえな。いや、強っ。一撃やん。一撃だぜ。いや、強い。強い。多分火力やばいわ。3万ザンクからいくつくらいか。見とけ。さあ、来るぞ。はい、1万8000。おしまい。はい、にゃんこ大戦争の。おしまい。3倍、雪村の。どうも、雪村の3倍です。いけー！ハイメガキャノーン！ぶっ壊れ。さすがに体力が持たん。おそらく3章も余裕だけどね。これで妖怪ウォッチダウンロードできてるよな。まあ、面白かった。はあ、満足した。